はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、久しぶりに安倍晋三銃撃事件に関してね、ちょっと新しいニュースが出てきたので、おじいがね、ちょっと思うことを動画に残しておきたいなと思いました。本当ね、裁判を始められないね、まあ、こんなニュースが昨日かな、バーッと出たよね。でなぜなのかというと、証拠が捏造だらけだから、ね、だからその真実として、まあ、裁判っていうのは証拠があって、これ動かぬ証拠があって、これ疑わしきは罰せず、ね、でその証拠があって、やっていくもんでしょ。なんだけど山上徹也被告の場合は今のところ確定してるのはただの迷惑な人なんだよ。選挙中に大きな音を出したね、バーンつって、あの大きな爆竹のようなね、自作の、ね、爆音を出した迷惑な人ね。ところがその選挙妨害の処置の方は立件しないということだよね。ニュースがありました。そうすると要は銃刀法違反とかね、そこら辺もその当時の法律では その該当しないよね、厳密にはね。で無理やりこじつけたやつなんで、そこのところも問題があるね。だこのうやむやにしていくそのやり方っていうのがあまりにもえげつないっていうかね。であと国民に対して正式なしっかりとした発表を何もしていない。安倍晋三氏がどのような状況でね亡くなったのか、で病院に運ばれた時がどういう状況だったのか、福島教授がねここから行って、一発が心臓に行ってもう一個がこう抜けてったっていうね、説明が公式にあって、あとはガス抜き議員がねああだこうだ言ってるだけで、正式な内容っていうものが何もないんだよね。で警察庁から公表された PDF ね、で内容が要は捏造だらけで嘘だらけで、ね、一度内容がないから全てが嘘だらけ で国民から指摘されて、で現場検証をねまた改めてやり直すことになったりとか、まああまりにも自賛すぎる。でなんでなんだろうっていうことがすごく多すぎるんだよね。本当ね、前日にこのニュースがね、出てて消されたとかさ、そういうのは、まあ、別に抜きにして、そういうバカバカしいのは抜きにしてね、状況から見て、その安倍さんが状況で山上徹也が撃ったもので本当に亡くなる確率っていうのが天文学的な数字であってね、ほぼありえないだよね。でそんな中ね、こう今は裁判がもし始まったとしたら、弁護団云々よりもこれはおかしいじゃないかっていう突っ込みどころがめちゃめちゃ満載なんだよね。で選挙カーが違うとかね、いろんなものがあるわけじゃん。でそういったものが裁判で明らかにしていかなきゃならないところで、いろんな要は捏造されたものについて突っ込みが入ると勝てないよね。勝てないで、要はその裁判を始められないね。でも
山上哲也氏はもう捕まってるわけで、とりあえず。でも裁判が始まらない。でこれって世界的に見てどういう状況でどんなことがあったんだっていうのが、日本という国が一切国民に対しても世界に対しても公表していないんだよね、真実を。でもう何年経ったの、裁判が始まらない世界の笑われ者でしょ本当始まらないというかね、始められない、ね、それで、まあ、ちょっとねその記事を見てみましょう。まずは一番メインとなっている共同、ね、共同通信、山上被告こんな状況になるとは、安倍氏銃撃事件、ね、接見で、述べるということだよね。安倍晋三元首相、ね、銃撃事件で殺人罪などで起訴された山上哲也被告が現在のような状況を引き起こすとは思っていなかったと話していることが21日分かった。これメディアによって全然表現が違うので、これを覚えておいてください。現在のような状況を引き起こすとは思っていなかったと話していることが21日分かった。ここを覚えておいて、ね、弁護団が記者団に明らかにした接見で述べたという、ね、事件を機に世界平和統一一家家庭連合、世界平和統一家庭連合、ね、旧統一教会に対する解散命令や裁判が行われ、政治家と特定の宗教の関係が注目されるようになったことを示しているとみられる。でこっちの方もあんまり話題になってないから分かんないけど、解散命令は出たの、もうすでに。で解散命令出ても、その資産差し押さえで被害となる人に分けるのに、その一定の期間があるから、明日、ね、韓国の方にね送金されちゃうからっていうね、それでは抑えられない、意味がないっていうね。じゃあそれをすぐ差し押さえるの、法律上どんなことで、そんなことをやってるから無理でしょう、ね、うん。で、まあこの名前のものが解散してもね、オウム真理教みたいなことになっちゃうだろうし、ね、弁護団によると被告は、ね、2世の人たちにとって良かったのか悪かったのかとも述べた。弁護団は明確な真意を確認できないとしている。宗教2世の境遇が広く知られるようになると思っていなかった。可能性がある、可能性がある、本当。で今度テレ朝ニュースの方はね、やっぱり現在の状況になるとは、ね、同じ内容なんだけども、これもねちゃんと安倍総理が銃撃され死亡した事件で起訴された男が、これすごいね、山上被告って言わないんだね、起訴された男が、ね、でこのね、これね喋ってる内容を見ておじ思ったんだけど、これね、この起訴された男がって、この山上被告ってなぜ言わないのかっていうと、要は全然その殺人罪について山上哲也でなかった、要は立証できない、捏造だらけだから立証できなかった場合、無罪だった場合、無罪な人を被告被告ってメディアが騒ぐことになるので、だって多分テレ朝は山上被告は違うよねっていうね、別にいるよねって、まあ、そう見てるのかもしれない。だから起訴された男がっていう表現で、これで山上哲也、山上哲也ってずっと言ってると、最終的に山上哲也じゃなかったっていうことが将来的に分かった時に訴えられる可能性があるね。なので、今のうちから起訴された男がつってね、オブラートに包んでる可能性がゼロではないのではないかなと、おじいはね、そう見ました。これね。で、現在のような状況を引き起こすとは思っていなかったと話していることが分かりました。殺人罪などで起訴されて、まあ、これね、ここはまあ同じ内容です。
で、また宗教2世の教会し、知られたってことは2世の人たちにとって良かったのか悪かったのかは分からないと話しているということでしてね。でこれ異次元から間もなく2年となりますが、山上被告の公判開始の目処は立っていません。で目処は立っていません。このニュースってこれは弁護団にね、要はインタビューというかね、なんだっけ、聞き込みはなんだっけ、取材だね、知らなかったことを記事にしてるのに、ここはあの山上公の後半の目では立っていないって締めくくってるんだよ。でところが今度毎日新聞見ると、山上被告弁護団初公判は2025年以降との見方、毎日新聞。こっちは弁護団が2025年以降になる見込みだよって言ってる、毎日新聞に対しては。でもこっちの朝日の方だよね、こっちね、テレ朝、こっちの方はそれに触れていない、あの目処は立っていないと言っている。だから2025年以降になるとかそういったものも書いていない、ね。まあ、内容的には同じって言えば同じなんだけど、ちょっとこうイメージが違うよね、本当、ね。でこちらの内容だと、報道各社の取材に応じ、裁判員裁判の初公判は来年以降になる可能性が高いという見方を示した、ね。これはあの弁護団が示したということで、現在は奈良地裁で、公判前整理手続きが進められており、本格的な焦点の整理はこれから始まるというってね。あのどれぐらいかかるの、ね、山上徹也があの生きてる間に裁判が終わるのかどうなのか、ね、これね、皆さんはどう思いますか。で結局もう時間稼ぎをなんでやるのかっていうと、要は捏造だらけ、真実はうやむや闇の中、要はあの山上徹也被告を犯人にして、まあ、とにかく真実はどうであれ幕を閉じたいっていうね、まあ、そこのところで一応あのこの件に関してはこうやってちゃんと一件落着したんだっていう、それを残したいんだよね結局ね。でこれが起きた時の、 あの怪しいそのもみ消し長官、警察ね、警察庁長官はね、国民の血税ね、8000万だか9000万ぐらい持ってバイバイしてどんどん消えちゃったしね、その時に指揮を取っていたね、骨あじかさんもね、やめたちってどっか行っちゃってるしね、あの死人に口出しに近い状態だよね。国家公務員、職務をね離れたとしてもね、得た情報を漏らしてはいけないっていうね、まあ、そういうがんじがらめなものになって、まあ何があったのか、どうしてそんなことが起こったのか、ね、であと奈良県警で拳銃のね弾が紛失したっていうあの茶番劇があったけども、あれはやっぱあったってことになってるけど、あれはどうしてもおかしいよね。安倍さんの警護に関してね、おろそかになった理由が、その事件、ね、その会見の準備してたからなんだって言い訳してるけど、それはずいぶん何ヶ月も前、ね、ずいぶん昔、何ヶ月も前のことで、それをなんでその発表にっていう、で、それも嘘がバレたんだよね。これも視聴者さんが鋭い指摘で、感が全然違うじゃないかっていうね。この警護のとかとその拳銃のその事件があったのと感が違うね。だどう考えたっておかしいじゃないかっていう仕込みもあったよね。調べれば調べるほど全てが嘘で塗り固められている。で奈良県警の不祥事がものすごくねいっぱい出てきたよね、本当しょうもない。
で、なんで山上被告が一緒してあっちやったりこっちやったり関係ないところにねとか教えて帰ったりとかしなきゃならないとかってそういったのもおかしいし、で今回の事件が正式にねその表面上だけでも何か形づけて決着をつけたい、要は裁判の元となる状況こうだったんだっていう、まあ、PDF を配布された内容も皆さんが言うようにこの位置は違う、だ映像と実際に桜井氏がここにいたのにここになってるとかこっち向いていやここの人こうだよとか その残ってる映像だけでもこの PDF の内容と違うし位置も全然違うしでっち上げだよねっていう、で山上哲也氏がやったんだっていうそのもうそれありきで捏造されていく逆算しながら作られてるっていうね、どう考えてもありえないよねっていう、そこのところなんだよね。ただ司法取引があるとしてもね、要は山上哲也氏はあそこで迷惑行為をしたのは事実だし、まあ、そういう計画があったかどうかっていうのは本人が加担していたのかどうなのかっていうのもわからないよね本当で、真犯人を捕まえないことにはこの問題は解決しないわけで、結局ね、そのあくまでも安倍晋三氏の殺人に対してその要は死に至らしめた原因を作ったのが山上哲也被告でなかった場合、国はとんでもない賠償責任を負うことになる。これね、で迷惑行為、要は選挙を妨害したっていう迷惑行為については起訴しないってね、事件化しないっていうもう発表があったわけで、あそこでただの予解犯というか大きな音を立てて選挙を妨害した、ね、で偶然にもその時に、偶然とはやっぱり言い難いよね、別の場所から安倍さんが狙われて、ね、命を落とすことになったとしても、じゃあそれを知っていたのかどうなのか、ね、で知らなかったっていうのはちょっと無理があるかなと思うんだけど、じゃあ犯人を捕まえないその組織なりなんなり初期の頃にね過激なね中国の過激なやつに所属していたとか、なんかそういうのもいっぱい出たわけじゃん、なんか噂がね、噂っていうか記事になってたよね、メディアの。それが消されたけど、でものすごい過激な組織を、海外の過激な組織を日本の要はね、検察庁が踏み込んで、ね、国際犯罪にして、じゃあ捕まえられるのかというと無理だよね。じゃあそうすると実際はどんなことがあったんだということを、要は真実の捜査の協力をするということで司法取引があるとすればね、だけ大谷の通訳一平ちゃんのね件と同じように、それはねあるかもしれないね、本当。でどのみち弁護団云々よりもちゃんとした証拠がない、一応建前上の証拠あるけど、今は、ね、まあ、なんだっけ、あの人の名前、博士、ね、
始めていろんな突っ込みどころがあるわけで、そういったものを全部裁判で弁護団が取り上げて突っ込んだ場合って、それを偶の目が出ないように突きつけることができないというか、もともと証拠として出していた検察庁のものが全て捏造がバレることになるんだよね結局。で今回の問題っていうのは、一応国民に配布されているどんなことがあったのかっていうあの PDF の内容が、あの何時何分のところにこうだったからこっちに気が触れていた、こうなってる前にこう行かれたとかっていう、あれが一個でもずれるともう全部結論結末にっていうかおかしなことになっていくんだよ、合わないことになるんだよ。でその合わない指摘をもうされちゃってるんだよ。裁判だと全部それが残るからね結局。だからそれが捏造だったとか一致しないってなると、では山上徹也氏はを確定する証拠にならないんだよ、決定的な証拠にならないんだよ結局ね。だただ怪しい、要は疑いが、ね、今疑いが容疑者から被告になったんだけど、疑ってるんじゃなくて無理やり犯人にこじつけようとしてるんだよね。疑ってるんじゃない、犯人にこじつけようとしている。袴田事件と同じなんだよ結局ね。でこの問題ってもうみんな関心がねめちゃめちゃ薄れてるんだよ。で頑張って動画作ってた人たちももうみんな飽きちゃったしね、うん、結構長い間頑張って動画にしてた人ももう今もうなかったことのようにね、さすがに根負けしたよね。みんなそうなっていくよ。でここはおかしいよねっていうものが状況が合わないよねっていう情報を、それがそのまんま裁判で使われれば絶対に一致しないおかしなことになる。だね、検察庁は絶対これ勝てないんだよ。弁護団がだからそういったものを追及したら絶対勝てないんだよこれ。で何を狙っていくかなんだよね。要は大きな音を出して選挙を妨害したその事実があるけども、何かしらそういう計画があるのを知っていて言うと、要は加担した一味には違いがないわけなんだよ。だ安倍さんのとどめを刺した刺してないっていう、その殺人罪で今ね被告人になってるけど、殺人幇助もしくはその仲間ってことになるから、変わっちゃう。じゃあそっちの方でやり直すのか、それともプライドがあるかで、こういう時間稼ぎっていうのは、その当時に関わった検察庁ね、および周りの人たち、その人たちが、まあ、そこの組織に一切だけでも危ないから、まあ、会の書店にするけども、その人たちが生きてる間は進めない。結局真実を知る生き証人、また捏造した要は検察官だね、その指示を出すのはね。だからそこら辺
あの後日談になってあれはあだったんだこうだったんだってね、あのいろんな事件のやつがあるじゃん、袴田事件だけではなくて、ね、でもああやって生きて言われないように引っ張れば引っ張る分だけあの検察側に有利になってくるわけだから、そうでしょ。これね、正義の行方ね、本当に無実の殺人罪ね、で本人は認めていないのに死刑が確定して、でわずか2年で執行されてしまったっていうね、なんだそれっていう。日本ってそういうことが平気である国だしね、おじいの地元では袴田事件が有名だし、でおじいが生きてる間にこの件が裁判が終わるのかどうなのかっていうと難しいね。山上被告もおじいと同じようなね、だからもう本人が生きてる間に終わらない可能性があるよねこれね。で本人が、まあ、何かしらね、当初言われた毒殺されてしまうとかね、あとはなんかアルツハイマーにしてしまうとかね、まあ一番鑑定が精神鑑定でこいつはってだから信用できないんだっていう、そういう持ってき方もあるし、ね、やり方はいくらでもあるしね。この問題はこんな何年もかけて初公判の要は準備も終わらないって何なの、準備も進まないっていうね。で最初のほら不審な爆発物が届いたんだってね、で あれでまた1年延期したっていう茶番、金属探知機で反応するようなものは何一つ使っていなかったのに、ね、反応したんだってね。あれは結局どうなったんだ。だ全てにおいて、もう茶番。ただ本当、山上哲也氏は、まあ、ヒーローだよね。本当の意味で。要は安倍晋三のおじいちゃんが宗教を持ち込んできてね、自宅の住所を使ってね、そこから広げて、で国民の財産がみんな韓国の方にね、わしゃわしゃと流れていって、とても悲惨な状況になっている国民がとんでもない数、ね、被害者が出ている。で、まあ、その松江、ね、三代目、その人の残りわずかな命、ね、もう結構いいおじいちゃんだったからね、安倍さんもね、その残りのわずかな命と引き換えに、たくさんの多くの人が救われることになる。これは冷静に歴史的に考えてみても本当もう方法がこれしかないね、方法がこれしかない。でも安倍さんを殺した実行犯ではないよね、でもその計画に要は加担した可能性はゼロではない、ね。まあ、そうするとまあ、少なくともその罪というのはあるわけで、ね、で世間的には、ね、罪を軽くしてあげてっていうね、まあ、ファンの人も多いわけで、ね、女子たちがこう
市ではないねいっぱいいるわけでね。それがどう反映していくのか、どうなんだろうね、この問題って。裁判が始まらない。で、始まったら何か一個起きるごとにそれおかしいだろうってなるわけで、で、その裁判にしても、その素人を騙すのは簡単なんで、だからその裁判を始める前にいろんな資料を見せたりとか、マインドコントロールするよね。で、そこのところをどれぐらい完璧にしてから裁判にするのか、だからそういうのの準備もあるんだろうね、きっと。いや、本当ね。で、あとはこの福島教授のね、この正式な教授だよ、本当ね。で、重曹を見間違うわけがない、ね、これ法医学的に言って基本的なことなんで、医者になる前からね、医者の卵の学生の頃から、ね、基本として学ぶことを間違うわけがない、ね、で、心臓の壁に大きな穴が開いていたと実際に真っ先に開いてみた医師がそれを職務の会見で言ったのにね、まあ、どっかの悪徳議員がね、そんなものなかったんだ、綺麗だったんだって言ってるよって言ってね。で、どっちが信憑性が高いのかというと、法的には司法解剖の方が優先順位があるんだっていうね、まあなんともおかしなおじいも中には正義の国会議員っているのかなって思ったけど、おじいガス抜きだよってね。で、いやいやいや、でもみんな信じていいじゃないのっておじいも思ったんだけど、やっぱり結果から見るとああやっぱなっていうね。嘘つき議員だったからね、課長にこう呼びつけてね、こうだって言ってんだってね、こうやって勢いで言ったのにね、結局はなんか質問状かなんかファックスで送って、ファックスかなんかできて、で、それによって、お前呼び出してこいかの、結局呼び出してこい来るなって言ってないかって、おじい過去に言ってんでしょ。だから結局、議員も嘘つきだった。うん。あれで信じられなくなった。あれでもうおじいは人間不信になったよ。ね、もう、やっぱり国会議員は信じられないなっていうね。うん。ちょっとでも、信じたおじいがバカだったなって、ね、思った、ね。まあ、そんなわけで、本当ね、その裁判が始まらない、ね、あの件はどうなったんだっていう、まあ、たまにこうやって忘れた頃にメディアがね、この件もあるんだよって、ニュースに出てももうこんなちっちゃいもんだし、国民はもう他の事件をペロンペロンペロンの中の1個でペロンって言ってく1個の記事に過ぎないんだよ、ね、だからこうやって時間を稼いでいく非常に有効な技だね、これってね、うん、はい、そんなわけでね、まあおじいの思うことを、まあ、とりあえずまとめてみました、ね、どうにもならない太刀打ちできない大きな国家権力が、ね、全力で山上徹也を犯人にね仕立てようとしてるわけだから、うん、これを真実を証明するってまあ潰されるんだろうね、本当ね、うん、はい、そんなわけで皆さんはどう思うのかな、関心のある人いるのかなそう、ね、はい、皆さんご意見がある方はコメント欄にね、お寄せください。3人出てくるかな、5人は無理かなね、もう遠い遠い昔のお話になってくるね。はい、終わります。じゃあね。バイバイ。